本一選ばれるユニフォーム屋ユニフォームネクストの野坂です。さあ今日はですね、バートル春夏の大人気作業着7041シリーズとエアークラフトの AC7141 をご紹介したいと思います。なぜ作業着だけではなくてエアークラフトもご紹介するのか、後ほど詳しくご説明します。それでは早速いきましょう。はい、こちらがですね、本日ご紹介する7041シリーズになります。こっちが品番7041のジャケットです。こちらが品番7042のカーゴパンツになります。こちらの7041シリーズは昨年の9月に動画でご紹介した7051シリーズの春夏版になります。販売が始まったのが2016年なので今年で6年が経つんですけど、もう大人気商品です。年々販売数が増加している、人気が衰えない商品ですね。この7041のポイントを3つに分けてご紹介しようと思います。まずポイント1つ目はストレッチ性です。伸長率は 17% あります。ストレッチ性はこんな感じですね。最近のバートルさんですと伸長率 20% とか 30% 近いようなゴムみたいに伸びる商品もありますが、この7041はめちゃくちゃ伸びるということではないんですけど、程よく伸びて体にフィットするようなストレッチ性能があります。ちなみにですね、伸長率 17% って相当伸びます。はい、最近めちゃくちゃ伸びる商品が多すぎてちょっと霞んで見えてるんですけど、 17% って相当高いです。またこの商品のストレッチ性の魅力がですね、素材にポリウレタンを使用していないんです。ポリウレタンというのがストレッチ性がある商品によく使われる素材なんですけど、劣化をしてしまうという特徴があるんですね。生地の生成からだいたい2年くらい経つとストレッチ性能が失われるというふうに言われています。ただこの7041はそのポリウレタンが使用されていません。そのため何度ご使用しても何度ご洗濯をしてもこのストレッチ性能は半永久的に続きます。ここが素晴らしいです。はい、では続いてポイント2つ目はですね、デザインです。バートル特有の細身のタイトめのデザインになっていて、スタイリッシュに着こなすことができます。また右胸のこのファスナー部分なんですけど、こう赤いですよね。これレッドファスナーと言われていて、バートルさんたくさん商品あるんですけど、この部分が赤いのは春夏用ではこの7041シリーズだけとなっています。ここも特徴ですね。バートルのかっこいいという要素をギュッと詰め込んだようなデザインなので、僕ですね、メーカーさんとか関係なしでかっこいい作業服はって聞かれた時にパッと思い浮かぶのはこの7041シリーズです。個人的にはですね、それくらいかっこいい作業服の代名詞という感じがします。はい、そしてポイント3つ目は機能性です。まずですね、背面のこの肩の部分、この部分に切れ込みが入っている、いわゆるノーフォーク仕様になっています。このノーフォーク仕様になっているかどうかで腕の動かしやすさが全然変わってきます。この7041はノーフォーク仕様だし、さっきご説明したようにストレッチも効いているので腕周りが突っ張るということがありません。またポケットで言いますと、この右胸のレッドファスナーのポケット、このポケット深さがですね21センチもあるんです。まあこれ僕のスマホなんですけど、すっぽり入っちゃいます。全然余裕です。深さが21センチありますので野鳥も簡単に入っちゃいますね。あと気になるポイントとしては生地の厚さがあると思うんですが、バートルさんの方で生地の厚さを6段階の指標で分けているんです。この7041は下から2番目のレベルになっています。下から2番目のレベルですので、やや薄いといったところでしょうか。春夏用の作業ジャケットとしては薄くも厚くもなく、ちょうどいい厚さの生地だと思います。はい、そして本日ですね、もう一つご紹介したい商品がこちらです。品番 AC7141 のエアークラフトブルゾンになります。電動ファン付き作業服ですね。このエアークラフトデザインを見て気づかれた方もいるかもしれませんが、こちらの7041シリーズにデザインが対応している商品になるんです。生地はですね、空気が漏れないようにエアークラフト用の素材を用いてるんですけど、デザインは一緒です。このようにですね、作業着とエアークラフト、デザインが対応しているシリーズというのはバートルさんの中でも結構珍しくてですね、じゃあこのエアークラフトと作業着デザインが対応していて何がいいのかと言いますと、コーディネートを迷わなくていいんです。
これ結構ですね、エアークラフト購入される方が悩むポイントなんですけど、ほとんどのエアークラフトは対応している作業着がないので、パンツを購入しようと思った時に近いデザイン、近い色味のパンツを合わせるしかないんです。実はですね、このエアークラフトに合うデザインのパンツ何かないですかみたいなお問い合わせが結構多いんですよ。最近はですね、身だしなみを気にするおしゃれなワーカーさんも増えてきているなというふうに思います。同じシリーズで着ることによって、全体で見た時に統一感を出すことができるんですね。統一感を出すことによって、よりスタイリッシュに着ることができるんです。そういった点を気にされる方には、この7041シリーズで作業着とエアークラフト合わせていただくといいかもしれません。ちなみにですね、この AC7141 のエアークラフトなんですけど、機能性で言うと他のエアークラフトに比べて突出したすごい機能があるというわけではないんですね。バートルさんの一般的なエアークラフトと同じような機能性となっています。首元にエアーダクトがついているので、これによって首から抜ける風の量を変えることができます。あとこの AC7141 は背中部分にランヤードの取り付け口があるように、フルハーネス対応となっています。こうやって並べてみると一緒ですね。左側が7041で、右側が AC7141 なんですけど、ポケットの形状とか、ステッチの入り方とか、そういったものはほぼほぼ一緒ですね。はい、上下で着用してみました。いかがでしょうか。やっぱり上下同じ色で合わせると統一感があっていいですね。先ほどご説明したストレッチ性能、そしてノーフォーク仕様があることによって、本当に腕動かしやすいです。全然突っ張らないですね。このカーゴパンツも細身のデザインになっていて、すごくかっこいいですね。この右太もも部分のポケットは上着のポケットと同じようにレッドファスナーになっています。これもかっこいいですね。ではこの状態でジャケットを脱いで AC7141 のエアークラフトを着ようと思います。はい、 AC7141 エアークラフトを今着用しています。どうですか、さっきのジャケットとほとんど同じじゃないですか、デザイン。でもちゃんとここ穴開いてますよ。ただですね、厳密に言うとやはり生地が違いますので、全く同じ色かと言われると全く同じ色ではありません。そこだけはご了承ください。コーディネートに迷われているという方、7041のジャケットと AC7141 のエアークラフト、ぜひおすすめです。はい、ということで本日は7041シリーズとそれに対応する AC7141 ご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。今回ご紹介した商品は動画の概要欄に商品ページの URL を添付しておきますので、そちらからご確認ください。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。この動画が役に立ったという方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。またコメントもお待ちしておりますので、ぜひお願いいたします。